こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2016年の1月の13日の水曜日ですね。今日新聞見てちょっともうびっくりしたんですけど、スマップ解散っすよね。おびっくりしました、新聞見て。でなんか読んだんですけど、この要はあのスマップを見つけたチーフマネージャーの方が、ジャニーズを退社するらしいんですよ。それで要はこのみんなのメンバーがどうするかっていうことですよね。ほんでキムタク以外は一応そのチーフマネージャーの方に行くっていうことで、ってことは全くね会社が違ってしまうんで、実質そのスマップ自体が引退っていう、解散ってことになるんですよね。えらいことになりましたね。でもね、これちょっと今日のねニュースとかすごい衝撃、まあ衝撃、まあ昨日からなんかもしれないですけど、見て今日見て知ったんでめっちゃびっくりしましたね。まあなんか結構やっぱりみんな悩んだみたいなこと書いてましたけど、まあ悩ますよね。要は育ての親かその発掘してくれた、ジャニーズに恩もあるしみたいなね、結構難しいな、悩んでキムタク以外のメンバーはちょっとこのチーフマネージャーの方に行くらしいですね。でもえらいことになりました。すごいっすね。ちょっと今年始まったばかりなんであれなんですけど、今年一番の衝撃的かもしれないです。びっくりしました。以上です。そしたら、竹の人朝礼ですが、今日はリストーロの改善と、ブログを3つ作る、ニュースレターを作る、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。